お前はバット？やっぱり剣だ。探したぜ。バット、なぜここにいる？剣とサザンクロスの手前で別れてからいろいろあったんだよ。車は壊れるし、奴隷商人に捕まって売り飛ばされそうになるし、その奴隷商人どもは強豪軍とかいう連中にぶっ殺されるし。強豪軍だと？ああ、そうさ、俺も強豪軍に殺されそうになって逃げてきたんだよ。本当に危なかったんだぜ。で、強豪軍の後をこっそりついていったらこの町にたどり着いて、豪快に門がぶっ壊れてたから忍び込んだんだよ。町の情報を集めてたらケンシロウって名前が出てきてびっくりさ。そうか。ケンこそなんでこの町にいるんだよ。ケン、だんまりはなしだぜ。俺にできることがあったら協力するよ。なぜ俺に協力したがる？そりゃさ、剣の強さがあればなんかお得なことがありそうだし、俺は剣より交渉とかはうまいと思ってる。町で暮らすつもりなら特に俺は役に立つと思うぜ。ここは持ちつ持たれつで、前みたいに頼むよ。この町にユリアさんがいるかもしれなくて、今はエデンの衛兵隊長を救うために車を修理しようとしてるか。やっぱり俺の出番だな。このバット様に任せとけ。バット、何をする気だ？車を作るんだよ。この町なら車を修理するよりも作った方が手っ取り早いぜ。作れるのか？ああ、正確には組み立てるって意味だけどな。俺が自分の車を手に入れようとして集めた情報なんだけどさ、この町には車のパーツを売ってる場所がたくさんあるんだ。そのパーツを集めれば車の1台や2台は簡単に組み立てられると思うんだよ。それに誰かの車を修理しても後で返さなきゃいけないだろ。この先自分の車があった方が便利だと思うぜ。そうだな。そうと決まれば早速行動だ。ケン、あっちの方にパーツを売ってる店があるぜ。ケン、
お。いらっしゃいませ。ありがとうございました。お？いや。
うん。お？いらっしゃいませ。ありがとうございました。No.
なんだって？ああ？よ。命だけでな。いくら持ってるっけ？
様が直々に殺してやろう。来るな。優先。くんだよね。死にたい奴だって。
の。